続けてやっていきましょう。あいつずるいな。弓矢で撃ってもいいんだけどな、あれ。できるだけ弾を温存したい。痛い。嘘、それで死んじゃうの？びっくりだね。とりあえずここで殺したらバレちゃうんだよな。だからそんなの関係ねえ。ナイス。これ。こうやってさ、弾が出るパターン、繰り返すしかないみたいなことになってきてるもんな、今。弾が出なさすぎて。なさすぎて。対抗手段が絞られちゃう。というか。抵抗する手段がほぼない。苦しすぎる。油断大敵。あいつを倒さないと。いなさそうだよ。向こうに一人いますね。こいつが、奥のやつね。バレないように倒さなきゃいけないから。完全に、死角になるように、倒さなきゃいけない。今とかだったら、普通に倒せるんだろうけど、多分待ってればさ、露骨に分かれ道とか入って、完全に死角になると思うんだよね。メタルギアソリッドとかと、みたいな感じの作り方してないと思うからさ。スニーキング系の要素としてはさ、やっぱメタルギアが最強じゃん。そういうゲームだし。この系のゲームだと多分。今みたいなタイミングで。やっていくべし。どこ行ったの？あ？いた。あいつをもう倒せばもう残りいないと思うんですよね。多分あいつ突破すれば物語は進むと思うんだ。だからつって弾使いたくないし、
おらーっつって突っ込んで、銃持ってる持ってない関係なく、返り討ちにあって、また最初からとか絶対嫌だし。やばいやばい。まあ、危険なことしたくないんですけど、ここまで行っても大丈夫だと思う。チャンスだと思うんだけどな。ここまで来ても大丈夫だな。むしろ他に敵兵なし。今行っちゃってもいけると思うんだよな。いや、いけると思うけど、これでもふって振り向かれて、ででんってなるやつだよ。だから、ちょっと、ぐだるけど。この視点ってカメラであって本人の目線じゃないよね。確かに。だって、あいつはもう次こっち来るでしょ。で、こっち来る。覗き込んでないに見えてるのはずるい。わら。超人ゆえに。よっしゃ。終了？はぁ。HP が少ないから、自然とこういう戦い方になるし、弾がないから基本的に格闘になるし、っていうか、銃当てても、なんかなかなか死なないけど、格闘何回か殴ったら絶対倒せるから、格闘が結局強いし、みたいな。みたいな。なんかこの辺なかったっけ？あれ？この辺なんか、あ、よしよし。ちょっと回復。でも覗き込めなかったらさ、このゲーム多分クリアできない。敵の位置把握できないから。クリアできない。デイズゴーもなんかそんな感じだった気がするけど、なんかこのゲーム、基本銃撃って敵倒すゲームじゃないと思う。うわ、だったらガチかね。これ VR でこのゲームやったらマジで、これ、発狂するかもしれない。ヒャーつって。ちょっと面白そうだね、VR このゲーム。確かに VR だったら覗き込みみたいなできなくしたら面白そうだね。難易度クソ高いけど。ウィース、やめて。ああ、ジョエルさん、なにこれ、やめろ。ああ、ああ、危ない。撃っちゃったのね。私が殺しちゃったんだね。そうだな。ムカムカする。だから下がってろって言ったろ。おかげで助かったんじゃない。俺の頭も吹き飛ぶかと思ったよ、クソガキが。何なのその態度。ありがとうぐらい言えば、お前のおかげで俺は助かった、大変だったろって、それぐらい言ってくれてもいいでしょ。もういい、行くぞ。わかったよ。素直になれないのね。さあ、そんなこんながありましたか。いやー、死ぬかと思った。見たっけ、ここ。
ちなみにね、ゾンビになるんだけど、まあ、変異、ゾンビっていうか変異、変異なのかな。変異って言いづらくない？なんか、ん行入るとさ、言いづれえな。お米さん初見っぽいから言っとくけど、なんかね、寄生するんだって、菌が。で、脳のコントロール奪うんだって。ね、その菌の抗体を持ってるのが、このエリーちゃん。それをなんか、運んでくれとか言われたから、運んでるのがこのジョエルさん。説明以上です。単純明快。今運んでる途中ですね。なる。超単純明快でしょ？で、なんかね、荒廃しちゃったん、世界が。まあ、荒廃するとよくある、今みたいな、今戦ってる奴らみたいな。なんで人間同士で争ってるの？そう、だから、今のなんか倒した奴らみたいなやつ、いるじゃないですか。絶対に出てくるじゃん。略奪して自分たちだけは生き延びようとするやつ。人間で。それがこいつらみたいな。ハンターって呼ばれてるらしい。で、絶賛襲われ中です。なんなんこいつら。どっちが正解のルート？こっち正解ルートっぽいね。で、これ、難易度が、一番上から、二つ目。なんか、かなりマニアックな遊び方したい人向けの難易度がこの上に一個あるんだけど、らしいんだけど、なんかちょっとだるそうだったから、十分難しいであろう。この難易度でやってますね。なんかサバイバルとか言うんだけど、この難易度。なんだっけ？聞き耳能力とかなんか、あ、いろいろバフ効果みたいなのあるんだね。これなんかこの上に1個あるんだけど、それなんか体力ゲージとかが何一つ見えなかったりとかして、でチェックポイント機能もないから、ここだったらさっきのゾンビに追い、なんか変なでかいのとか出てきて、歩兵ゾンビとかなんかすげえギャーギャー言ったじゃん、俺。ああいうのも一番最初からやり直しになるらしい。ここでもなんかさっき、そこからやり直しになったみたいだけど。最初からやり直しになるらしい。直前のポイントっていうのが作られないから。その章の最初からになるのかな？わかんないけど。レンガ突き刺さってる。そんなんやる気起きないじゃん。放送事故じゃん。まあ、これ一応動画も撮ってるからさ。ぐだるし、事故るし。早くここから出て、橋を見つけないと。どこに行けばいいの？はあ、こいつがうんざりだ。というわけで、この難易度でやっております。十分難しいです。なんかいるんかな？
だ入れない。入れた。ファイヤーフライのタグ。このタグ一体何なん？コルビーリード。これで作れるようになったんじゃね？作れねえ。マジいい加減にしてくれよ。うわ、吐きた頭いっぱいある、嬉しい。もう、俺感動してる。でも嬉しい。幼獣使えってことかな。この弾があるからっつってもな、小順つっちゃった。すごいの余ったけど。小順つけといてよかったな。小順機能マジでつけといてよかった。なにこれ。打撃用武器は強化。強化数一回増えた。神。結構格闘で戦ってるから。嬉しいです。よいしょ。できないんかな？何このトーテムポール。趣味ある。敵へなし。うほ、神。ちょい。なんだこれ、常夏の。そいつは背景だ。みんなそれの前で写真を撮るんだ。ああ。ええ、そんなの知ってる。わかったよ。言いたいことがあるんだろ。さっきは逆らうつもりじゃなかった。でも随分長くかかってたから、何か問題が起きたかと思って。お前がどう思うがいい。とにかく指示を守れ。わかってる。だけど。もういいよ。怒らないで。うわ、いっぱいある。ここアイテムいっぱいある。うほ。幸せ。俺今とてもハッピー。辛いことの後にはいいことが待っているよ。はは。なんだこれ。あ、あのドアから出られそうだ。あ、上への行き方がわかるか。うん、うん、楽器がある。ドラムこんなとこに置いてさ、ここで弾く人超窮屈じゃない。これを使って通れるかもな。何今の？え、何今の？え？もう一回。何の曲かわからない。海外の曲かな。なんだろうね今の。よし。そう。思ってる思い。おい手を貸せ。私で役に立つかな。エリ。押せ。やってる。もっと押せ。いいね。これでどうよ。行こう。もう一回弾いてから。正直、
今のピアノの調律合ってるのかどうかもわかんない。音楽に疎いんです。なんかエーペックスやってたからさ、なんかバックパックとか探しちゃう。おい、へい、いいぞ。紫色のバックパックが落ちてそうみたいな。関係ない話はここまでだしね。あれ、そこそこ物が落ちてるってことは、またさらにこの先なんかやべえのが待ち受けてんのか。とりあえず物資を回復させるための何かなのか。いや、火炎瓶だ。使えばよかった。マジかよ。火炎瓶をさ、分解できないのかな？火炎瓶分解してさ、拾えんだったら使ってたのに。分解してアルコールかなんか取り出してない。回復薬つけれないかな。できるんであれば、それほど最高なことはないんだろう。何これ。よく聞け。俺はあいつらの間を突破する。私は。お前はここにいろ。バカじゃないの。二人でやった方がいいに決まってるのに。分かってる。銃には自信がありそうだったな。こいつは使えるか。たまん。撃ったことあるっちゃあるけど。あんのかい。相手はネズミ。ネズミ？エアガンで。エアガンか。そうか、似たようなもんだ。構えろ。いいか、ものすごい衝撃だから、ストックに体重をかけろ。エアガンとは違う。分かった。ああ、ボルト引け。そこを掴んで、スライドする。うん、そう。一発撃ったら、すぐ新しい弾を込めるんだ。よく引け。奴らに見つかったら、お前の援護が頼りだ。いいな。任せといて。頼むぞ。確かにさっき俺が助かったのはお前のおかげだよ。素直になれた。言えるじゃん。言うか。さっきからこんなの多くない？見つかっちゃダメだ。俺だったら全滅だ。みんな死んじまった。こいつ何を言ってるんだ。落ち着け。誰が死んだ。投げていい。何者かが76エリアの見張り全員を殺しやがった。くそ、ボスには言ったか。ああ、しっかり守れってさ。投げていい。これ門を見張るんだ。よし、聞いたな。くまなく探せ。誰も通すなよ。あ、失敗した。通りを見てくれ。お前、あそこを調べろ。失敗しちゃった。見つけ出してやる。外を見てこよう。お前だ。あっちを見てこい。だっけ、小野村さんだったっけ、なんだっけ。今の声の人、結構有名な人やな。あら、痛い。痛い。
やつの勘違いだ。仲間のことか。全員をやれるはずがない。だが本当なら軍が戻ってきたもんな。バカ言うな。軍はこんなところ気にしちゃいない。いいか。よそ者が。効率よく行きましょう。帰ってきた。これさ、弓矢があればさ、全クリできるよね。銀ちゃんやし、チュース。嘘。股間に当たった、ごめんって。痛かったね。うわぁ、砕けた。あれか、うつ伏せになって倒れたから砕けたのかな。こんな細かいとこまで作り込まれてる？あれ、銀ちゃん、ラストオブアスってさ、見たことあったっけ？てか、やったことあったっけ？あいつ来ないかな？遠くから、撃ったら、居場所バレないかな？見てたけど再生はしてません。おい見ろよ。というかこのゲームや知ってんの？いいぞエリー。痛い。知らない。あ、そうなんだ。あった。渋い。やばいぞ。いやー本当にやばかった。おもろいよ。どこからこれ。ああ無駄打ちしたところからか。いやもうさ HP 強化しちゃおうぜ。もうこの他いらなくね。よし、全回復だぜ。やばい、これやばい、これやばい。で、現在、何があったか。何も、続けるぞ。腐ったね。あぶら。痛い。いやー、なんだこれ、この人数は。頭おかしいんか。せっかく回復したのに。エリーに撃たせるべきかな。うーわ。もうやだー。ここがチェックポイントなのかな。
いや、そこから来る、歩いてくるって分かってんだからさ、移動しようぜ。だったらもう。だってどうしようかな。ポープ機能をうまく使いたいところ。なんか手間歩いてたね。危なかった。何か見つけたか。何も。そっちは。こっちも何もない。もっと探すぞ。俺はこっちに行く。あっちを調べろ。よし、厳しい方を選ぶんだ。確か。ました。ああ、うわ、折れてる、また。バーカだな、こいつ。エリ、強えな。うっとうしいな。マジか、こいつちょっとが持ってんの。いい加減に交代しろ。やばい、あぶねえ。絶対絶命すぎない。いいね。くそ。弾がね。どうするかな。そこかよ。危ない。なんだここ。ふざけやがって。なんだこれ。屋根から撃ってるやつここにいるんじゃない？やった？絶対ここだよ。死んでんじゃん。俺撃ったの死んだんだ、あれ。こんな入り組んだとこまで来ないでしょ、さすがに。さあ、どこ落ち着こう。何もないんですけど、ここに来た意味。あったー、素晴らしい。なぜか矢がある。
こいつだけが怖い。よし。弾の無駄遣いですね。それ。よし、降りてこい。終わったらしい。まだ探索し終わってないんだ。どうだった？それそう持たせてさ、その小さいお前ハンドガンにももう持たせたいんじゃない？こっちの方が合う。やばい時にだけ使え。両方持たせた方が絶対いいと思う。わかった。エリーに選択肢の幅を広げさせないと。安全装置がオンだ。外し方わかるか？おいいか、ちゃんと注意するんだ。これはジョエル、気をつけるよ。よかった。さあ、では探索しましょう。うお、神。そっか、さっきのムービーのやつか、これ。ムービーで置いた銃じゃねえ。探索パートはさ、時間かかっちゃうから、とりあえず、一回この辺で、終わって次という形で、行きましょう。